いや、もうあのライブ配信してます。配信してるんだけど、ちょっと待って、ね。してる。一応、絵は出てきよ。どっか抜けてませんか？藤川さんがね、ここのお店に来たのもね、ヒーローつながりなんですよ。おそうなんですか。ヒーローここでコンサートしたこと、ライブしたことがあって、その打ち合わせで来た時に藤川さん一緒に来てくださって、で、あの動画の編集とかもちょっとお手伝いしていただいて。あ、そうですか。ちょっとここの打ちを作ってるんですけども、こんな感じで。あでもあの自由に喋ってもらっていいですか。自由に聞いてください、はいはい、なんかシェアされたり人の役に立てるような内容のアプリだ。そうです ね、はい、あんまり脱線しないように。いや、いいですよ。普段の状態であの配信してもらうのが一番。そうですね、振り込んでいないというのがいい感じで、はい。え、どうしたん？もう入ってない。じゃあもう行きましょう。なんか緑がピンピン来てます。すごい、はい。ちょっと今変なことしてた。脇の匂い嗅いでる。今脇の匂い嗅いでその、あ、目撃されました。目撃した。これも入ってる。入ってるかもしれない。そう。入ってますよ。目撃しました。はい、じゃあ、 今日ね、杉浦さんをゲストに招いてトークを進めたいと思います。大阪市旭区の方に千葉市大宮ですけども、スタジオを作ろうというところで、クラウドファンディングチャレンジ中です。ぜひ応援お願いしますというところで、本日2人目のゲストです。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと自己紹介からお願いしていいですか。あ、はい、はい、あ、マイク聞けるんですか。はい、はい、はい、いいですか。はい、お願いします。はい、はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、杉山清隆と言います。よく間違えられます。杉浦隆之です。はい、はい、はい、よくも本当に間違えられます。杉山さんってよく言われます。この間領収書に、あ、松浦さんですねっていうふうに15年来の知り合いに書かれました。杉浦です。はい。以上です。あ、違いますね。はい。はい、自己紹介。自己紹介。おととい48歳になりまして。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。28歳の時に、の誕生日、28歳の時に、まさに、もう、お腹が痛くなって、横のね、腹、この辺が痛くなって、でも、はい、もう痛みが収まらなくて、病院に行くと、はい、血がもう、もう、腎臓の中で、腎外傷って診断されたんですけど、はいはい、もうは、なんか破裂したような形で、はい、血が溢れてて、はい、もうすぐ入院ということで、じゃあなんでその出血をしたのかっていう検査を、はい、まあ、1ヶ月して、1ヶ月したんですけど、実はこう、何も見つからなくて、がんも疑われたんですけど、はい、あ、やっぱりがんじゃなかった、おそらく違うっていうふうに言われて、そうなんですよ。そうなんですよ。なんで出血したんですかって、はい、競馬の騎手が落馬をして、腎臓を打ったりして、そういう腎外傷っていうふうに診断されたんですよ。はいはい、でも腎臓を打ったとか全くなくて、どうしてですかねって、バッティングセンター行った直後だったので、はい、お前の腰の振りが鋭すぎて、それで破裂したとかいう、ねじれて、そんなーと思って、そんなすごい振りしたかなと思ったんですけど、まあ、その辺にしておきます。はいはい、で、まあ、一応、原因があまりわからないっていう状態で、まあ、3ヶ月後に、
あの一応様子を見ようということで、3ヶ月後に調べたらもうガンガンもうかなり増殖していて、もう腎臓を僕が見てももう諦めるぐらい、素人の僕でさえ画像を見てもう腫瘍がかなり大きくなってるっていうのが分かって3ヶ月で、はい、その結構かかりましたよね、その確定診断まで。確定診断、そうですね、その時は全く見つからなくて、まあ、血の影に、血腫の影に隠れてて、それ3ヶ月でそれが出てきたという、はい、あのまあまあ、調べていくと普通の腎臓がんではなくて、肉腫、子供の脳にでき、お子さんの脳にできやすい肉腫というふうに言われました、はい、でまあ、全国で20例しかなかったんですね、20人しかなくて、20例しかなくて、あの2年以上生存している人が、まあ、1人もいなかったので、僕にはなかったんですけど、親だけ呼ばれて、はい、余命が言われました、余命宣告があって、それが早くて、まあ、半年で、2年後に生きている可能性は、まあ、0% というふうに、まあ、20年前言われてました、まあ、あのちょっと20年前のことばっかり話していると、情報間違ってしまうので、今現在どうかっていうふうに調べたら60例くらいになってて、今は2年生存率が 25% くらい、それでもまあ治療はね確立されてなくて、予後は非常に悪い、見つかった時には巨大腫瘍になってる、まあまさにそうだったので、まあそういう腫瘍っていうことですね。それをまあ一応ごそっと取り切れて、左の腎臓ごと、あと化学療法をして、でまあそれで、まあ、今まで20年再発を免れてきたということです。治療は治療で受けて、その後まあ養生というか、あの再発させないためにいろいろなことをして、はい、ここにまあ生かされたという形です。すごいですよね。あの初め間違えてね、16年って書いてたら、いや20年です指摘が入って、はい、あ、そんな経つんだの、ちょっと改めて、とんでもないです、はい、すごいですよね。いやいや、すごくないんですよ、まあ、すごいっていうふうにしたくないなと思って、こういう存在を、こういう存在が、まあ、当たり前のようにあって、別に治った人はすごくて、治らなかった人はダメでっていう、そんなことないと思うので、ただ生かされた中で、まあ、病気が治るとか治らない超えて、まあ、どうこう、まあ、自分らしく生きるとか、なんかそういうがん患者さんを見て、見てって変ですけど、治そうとかそういうことを超えて、なんか自分らしく生きるきっかけになったので、僕自身ががんという病気を経て、まあ、そういうふうに捉えてほしいなっていう思いでいっぱいです。すごくない、すごくないです、まさにあのね、今ちょっと話脱線するかもしれないけどね、はい、パーフェクトワールドというドラマ、そうですか、見たことある。主役の方も。主役は松坂桃李。今やってるんですね。今やってるやつ。見てないです。今やってる、その、あの、まさにその、すごくないですという話なんですけどね。交通事故に遭われて、あの、下半身も不随になって、黒田市の生活なんですよ。うん、でも、あの、一級建築士の資格を取って、あの、第一線で活躍されてて、で、周りからやっぱすごいですねって言われてるけど、許せにすごくないです、うん。ただ、その、建築士になりたいっていう目を、うん、あの、車椅子生活になってから叶えてだけなんですよ、こういう話なんで、うん、あの、まあ、確かにそうだなというふうに。はい、ありがとうございます。あの、そうね、あの、結構ね、ホノルルマラソンの話をぜひ聞きたいなと思ってて、はい、あの、まあ、ライブ行った時によくされるじゃないですか、はい、いろいろ妄想しながら、そこに行くまでにハワイに、あの、ハワイの青い空の下を走ってるのを妄想しながら元気になってて、あ、そういうことですか、はい、そこに行き着くまでにもう2時間ぐらいかかります。あ、そこはちょっとショートカットして、はい、あ、あの京子さんが着られてる T シャツが、はい、あの今ね、がんの患者さんでホノルルマラソンに行こうっていうツアーを作ってまして、その T シャツです。はい、ちょっと裏も、はい、命はやわじゃない、はい、命はやわじゃないって、ね、はい、がんサバイバーホノルルマラソンツアーって言うんですけど、あの、はい、それを始めたのが2010年なんですね。まあ、そのきっかけはまたちょっとあの遡っていくと、はい、そうですね、まあ、きっかけっていうのはあの入院中に看護学生さんからあの投げかけられた一つの質問というか問いかけがあのきっかけになっていると思うんですね。あの手術を受けて、まあ、化学療法で一番辛い時に、まあ、車椅子でその彼女が散歩に連れてってくれて、あのなんか言葉に困ったと思うんですよ、はい、どう何を話していいかって、はい、でその時に投げかけられた言葉がこれだったんです、は
杉浦さんの夢は何ですかっていう、ここでこれを言うって、あの全く予想もしない言葉、この状態でこの自分に夢なんか聞くなよってあの言葉に出そうだったんですけど、ね、こんな状況の中、こんなもうがんで一番苦しい状況で夢はってそんなん叶うわけないだろうって思ってるのは誰だろうって思ったんです、はいはいはい、こんな自分だから夢を見ちゃいけない、叶えちゃいけないって思ってるのは、あ、紛れもなく自分自身だなってその時思った時に怒りが込み上げてきたんですけど、それがもうなんかね、感謝に変わって、あ、この子は自分の未来を見ていてくれてるなって思った時に、自分の中で、あ、そうか、夢は自由だなと思って見てみようと思って、何かその数秒の間だったんですけど、夢は何ですか、数秒すごくこう自分の中で葛藤やら向き合いがあって出てきたのがホノルルマラソンだったんです。その人が聞いてくれなかったら、ホノルルマラソンっていう自分の中で夢を持てなかったと思うんです。本当に感謝してるんですけど、はい、それ、まあ、22歳の頃にホノルルマラソン走ったことがあって、でもう一回走りたいっていう夢がそこで宿った時に、その入院生活がすごく変わりました。あのそれまでも前向きになってたんですけど、はい、あの病気を治そうってそう前向きに取り組んでいたんですけど、こう何かワクワクしなかったし、朝が起きてから病気を治すことを、まあ、ばっかり考えてしまうような一日だったんですけど、はい、夢は何ですかって聞かれてから、これを自分の人生の目標にしようって、はい、病気を治すことを目標にするんではなくて、治ったら何をしたいか、そこになんかあの焦点合わせようって思って、すごい変わりました。それまではなんか病気を治すために生きてるっていうところがあって、その夢を聞かれた瞬間から生きるために治すっていう、そのなんかスイッチが変わったっていうのは僕の中ですごく大きかったんですね。あのね、私もあの看護学生の経験あるんですけどね、はい、分かります、何聞いていいか分からへんから、どうしよう、ね、そうやね、ともちゃんも看護学生の経験あるんですけども、ね、はい、あのついね、何聞こうかなと思った時にこう、退院したらどうしたいですかとか、ね、本当まさにこういう夢は何ですかとかいうのは、聞いていいのかなと思いつつ、こう聞いちゃえみたいな。いいと思います。あの失敗したっていいと思うので、うん、失敗その時にその人があのなんか怒ったりあの変な態度したとしてもその人にとって意味があって、あの自分と向き合うきっかけにもなったりするので、あの僕はすごいありがたかったですね。本当ですね。なんかそういうきっかけ作りをその人のこう、うん、どんな人か覚えてあります。すごい覚えてます。名前とか名前は覚えてますよ。もうフルネームで言えます、はい、あのその人はでもあの担当に僕になった時にあの若いからラッキーと思ったらしいんですよ。若い患者さんだって出会いかもしれないってでも僕の部屋に入った瞬間に、はい、ああって思ったらしいというのは僕はもうね顔も見なかったし、もう自分の28歳でねがん宣告受けて、もうそんな人とも話す気力もなかったので、もう無視しちゃったんです。申し訳ないですけど、で僕のところに来て僕は話さないのでナースステーションに帰ってくるんですよ。でナースステーションで怒られて上の人が怒ってる声が聞こえて、また戻ってきて、もう一回行きなさい、ごめんなさいって、情報収集してきなさいって言われる。でもある時ノートびっしりに僕のことを調べて、もう書いて、もう手書きですよ。僕があのいかにこう快適に入院生活を過ごせるかっていうことを書いてくれて、それをノートを見せられた時に通じたんですよ。この人は真剣に僕のことを思ってくれてるっていうのが、もうそのね、調べてくれたノートで伝わってきて、でそれからそのことを話せる。その人が、ね、こじ開けてくれたんですよ。もうびっしりですよ。まあ、注射のね、打つ瞬間に、で息を吸うと痛みが和らぐとか、本当かなと思うんですけど、もうそれとかね、あの、そういうこととか、今でも僕は注射を打つとき、で、こう、息吸う、あの子のこと思い出すっていう、そのぐらいなんか、そこからね、あの、信頼関係が、本気でこじ開けてくれた。あ、すごい。もう、じゃあ今はもう、注射出てるぐらいになってますよ。いや、保健師さんになってるんですよ。保健師さんですか、はいはい、看護師さんではなく、はい。さすが保健師。保健師さん。そうここでちょっと褒めとこう、ね。はい、そのちょっと長く尺を取りました。いえいえ、はいはい、でもすごいね、はい、なんかそういうきっかけがないと人のきっかけ、はい、とても大事ですもんね、はい、
で、まあ、妄想の話するんですか。はい、妄想の話。もう、そう、ずっと、もともと小さい頃からいろんな妄想をしてたので、まあ、それで、嫌なことから逃れるというか、現実逃避をしてたのだと思うんですよね。その、家庭の中とか、いろんな、学校で嫌なことがあった時に、妄想で逃げてたと。でも、それが病気の時に生かされて、それでなんか自分が、このね、ホノルルマラソンの夢が、を叶えているところを、ね、リアルに妄想して病室で老いを泣いてはということを、やってました、はい、ですよね。ホノルルマラソン完走したらゴールに結婚する相手が待っていてっていう、そうですね、話を何度も聞いてるんで、はい、結婚のイメージも、はい、夢も湧いてきたので、いろんなやりたいことが出てきて、ホノルルマラソンの夢と結婚の夢を、ドッキングさせたっていうことです、はい、でも叶えたんですよね、そのそうですね、はい、最初は仲間とホノルルマラソンに行って半分手術から6年後に叶って、そこから3年後は奥さんと一緒に、奥さんは僕の夢のために来てるわけじゃないので別に本当に叶えなくてもね、本当にホノルルマラソンに来ただけでよかったんですけど、僕の夢を知ってくれたその今の奥さんがホノルル行こうって言ってくれて、で本当にその病床で夢描いたようなシーンを、奥さんが作ってくれたっていう、形で、はい、一応叶いました。ゴールで待っててほしいですよね。いや、一緒に走ったんです。一緒に走ったんですか。そうです、私待ってないからねっていうふうに、アクティブだったので、ね、僕全然それでいいです。夢の通りに行かせようなんて全く思ってない。そうなんですね。じゃあもうゴールも一緒に。でそこがまた現実っていうのは、妄想通りに生かそうとするんですよ。はいはい、あと100メートルっていうところで、てっぺんの大島圭介さんが、はい、ね、今、祝いの法則とか、はいはい、ね、翡翠小太郎さんと出されたり、はい、僕は前祝いやってたわけですよ、はい、病院のベッドで。前祝いしてた、妄想しながら、その男がですよ、はい、それ夢と違うだろうっていうふうに逆走してきて、はい、で、スギちゃんバックって言われて、僕はあと100メートルで逆走して、はい、で、奥さんだけ先にゴールして、はい、待っててくれてっていうシーンができたんです。あ、いいですね。写真とかあるんですか、その時も。一応映像でも。はい、テンプクマンさんが映画にしてくれて、はい、そういうシーンに残ってます。見たいな、そういうの。あんまり浮かれた話もしたくなかったので。そうなんですね。それから10年経ちました。はい。はい、今ね、その本もちょっと映ってるんですけども、はい、メッセンジャーっていうね、雑誌をずっと、はい。はい。はい。送っていただいてて。そうですね。はい。ちょっとホノルルマラソンの話と前後しちゃうかもしれないんですけど、はいはい、もう15年、作って15年、こっちの方が早いですね。メッセンジャーがそう先に、ホノルルマラソンより先に、はい、というのは、そうですね、がん宣告を受けたときに、僕のこう瞬間的な反応として、はい、多くの人はそうだと思うんですけど、もう絶望というか、もうがんイコール死という、そういうこうので、もう絶望のうちに落ちそうだったんですよ。はいはい、それはなぜかっていうと、自分の無意識が、やっぱりこう、それまで生きてきた中で、がんに対する情報は、やっぱりマイナスの情報が多くて、がんイコール死。それがもう本当に積み重なってきていて、そういったこう、がんに対するイメージというか、その、がんのマイナスのイメージで無意識が支配されていたことで、反応として、宣告を受けたときに足が触れるし、無意識からのもう信号というか反応でそういう状況になったんですよ。それはやっぱりこう、この無意識だなと僕は後から思ったんですね。ならどうしたらいいかっていうと、病気を治した先輩にこうひたすら会いに行くことで、がんイコール死という、こう絶望をもう少しずつ上書きしていったというか、もう本当にたくさん会いましたよ。講演会聞きに行ったりとか、もう一人二人ではなくて、50人、100人、もう本当に、自分と特に同じ腎臓のがんの人に会いに行くと、やっぱりすごく勇気をもらって、それでこう自分の中で、治るかもしれないって途中で思えてきて、自分は同じ人間だし、いけるわっていうふうに、こう、確信に少しずつ変わっていった。自分の無意識をこう、そのままに変えていけたっていうのが、
僕はすごく大きかったんですね。あ、ちょっと例変わりますけど、はいはいはい、将棋の棋士で、あの藤井聡太さんって、はいはい、あの若くてね、最年少記録を、はいはい、あの塗り替えてきた彼はですね、はい、彼の強さの秘密をあるスポーツ番組でテレビでやってたんです、はい、脳科学者が、はい、まあ、次の一手を打つときにどこの部分が反応するか、はい、でアマチュアの棋士は、意識の領域があの光るらしいんですけど、はい、プロのその藤井聡太さんとかそういうプロの棋士は一手を打つときに、無意識の領域が光って反応するらしいんですよね。でその反応してるスピードってどのぐらいかわかりますか、はい、パパッと見てパッと一個一瞬ですよね。 0.2 秒だそうです。 0.2 秒でパッとこう、まあ、迷いますけどその後、はいはいはい、あの反応するのは 0.2 秒だそうです。でそれどうやったらその無意識から反応できるかっていうふうにことを脳科学者が解説されてたんですけど、それは膨大な量の反復っていうふうに言われてます。膨大な量の反復をすることで無意識が形成されていく。で、あの、まあ、僕の例でいくと膨大な量のがんに対するマイナスの情報をやっぱ浴びていたので、やっぱり足が震えたし、でもそれを上書きしていくために膨大な量のプラスな情報を、まあ、これ今僕の本ですけど宣伝しちゃってますけど、はい、こういう本をいっぱい読んで、僕はこう上書きを自分の本やったんです。だから今はもう反応が違うんですよね。だからそういう、あの、あ、そうですね。それで、はい、あのこれは僕の本ですけど、同じようにこう無意識の領域を、がんの患者さんに変えていってほしいなと思って、僕の会ったあのがんを治した先輩方を取材して、いろんな人に読んでほしいなということで、あゆ雑誌を15年前から作りました。はい、いいですか。はい、延べ250人から300人ぐらいの方に雑誌には出てもらってるんですけど、なんかその無意識が上書きできるんだっていうのがすごくなんか、いいなって。いや、できると思いますよ。あのよくあの三浦直樹先生が言われますけど、はいはい、結核はね、昔絶望的な病気 で、はいはい、で結核って言われたらイコール死だったけども、今は結核って言われても治ると思いますね、はいはい、そういうこともこう、まあ、人類の集合の無意識っていうところもあるかもしれないですけど、もう治った薬がたくさん出てきたら、はい、それがスタンダードに、ね、スタンダードに、はい、ので、あのやっぱり無意識の力ってすごく大きいなっていうのを、うん、すごく思います。そんな話になっちゃいましたけど、はいはいはい、先生、そうするとあの全然別の話とか、痩せた人の話いっぱい聞きに行こうとかちょっと思いましたけど、ああ無意識あの塗り替えないと、はい、本気で、あ、ごめんなさい、僕は本当に、ね、言葉言えないですよね。いやいや、全然大丈夫です、はい、すみません。どうでしょうか、はい、今音楽がどれぐらい入ってるかちょっと分かんないんですけれども、Facebook ライブ見てる方、歌が流れてるのは聞こえてますでしょうか、どうでしょうか、で誰も答えてくれへんどうやろう、聞こえてる、まあ、ここで鳴ってるから分かれへん、ね、大丈夫なのか、はいはい、あのライブもね、今ちょっとされてるじゃないですか、はいはいはい、そうですね、はい、そんなことに関して、はい、あ、まさか歌ったりとかね、はい、まあ、ちょっと講演もさせていただいてますけど、そういうことをしてるとは想像もできなかったんですけど、もともと税理士事務所にあの勤めておりまして、はい、その、まあ、サラリーマンだったんです、はい、はいはい、そうです。で、まあ、こういう病気をきっかけに、あの、まあ、メッセンジャーって伝えるっていうことをね、まあ、始めてから、はい、まあ、講演する機会をいただくようになって、で昔ちょっと歌は好きだったんですよ、はい、でもまあ音楽の先生にね、下手くそとか小さい頃言われるとそれがトラウマになるじゃないですか、はい、それでも僕はひたすら自分に、あ、歌はダメだっていうことを、反復してたんですよ。人前で歌うなんて自分には無理だよ、はい、でも好きなんです、でも好きなんですよ、はい、一人で歌うのが大好きなんです。で、人前に立つとも足が震えてもういろんな目が気になって歌えないっていう、そういうこう小さい頃から、まあ、大人になってもそういうのがあったんですけど、まああのやっぱ好きなのでやっぱ踏み出してみたいなってある時、あ、ずっと思ってた時に友達から、まあ、講演の依頼が来て、人前で話すのも苦手っていう
話すのがお前はダメだとか、はいはい、昔言われてたので、それも自分の中で無意識の領域で話すのもダメだ、でもやっぱり伝えたいので、ちょっとどっかで踏み出さないとと思って、うん、まあ、ある時もう思い切って飛んでみたというか、はい、よじ登ってみて、はい、あの公演の依頼を受けて、で最後に1曲っていうですね、両方やってみようっていうことを、今から15年ぐらい前、友達が、あ、14年ぐらい前ですね、あのそんな風に誘ってくれて、あの、はい、そうか、スタートです。結構ですね、あの宮崎でさせてもらったんですけど、宮崎の人はすごいあったかくてですね、よかったよってすごい褒めてくれて、で調子に乗りましたで次の公演でも1曲歌って、あの菅さんの愛を貸すっていう歌を、はいはい、信じることさ、必ず最後に癌は勝つって歌ったら、癌勝ったら、あ、違う違う違う、そういったらもう OK したんです。まあ、そう、ガンを勝つのはダメだろうって OK して、歌い直して、ガンに勝つってやったら、もうみんなが涙を流して、喜んでくれて、歌の力ってすごいなって。そうですね、で僕の歌が、声がすごいっていうふうに勘違いしてしまって、カンさんの歌が本当はすごいんですけど、でそこから調子に乗って、歌を、あ、大丈夫なんだって、本当に少しずつ上書きをしていって、ダメな自分、あ、へこんだりもするんですけど、よかったよって褒めてくれたりする声で上書きをして、はい、で、まあ、オリジナルを作ったらどうだっていう声があって、はい、で、まあ、それも踏み出して、オリジナルができてきて、はい、今ね、CD も。CD もできました。今、3枚目を。オリジナルの。3枚目を。あ、そうなんですね。3枚目が出ました。今年の夏に出ました。そうなんですね。はい、勘違いしてよかった。勘違いから。周りが勘違いさせてくれたので、はい、やっぱり周り褒めた方がいいです。ね、本人があの勘違いするので、はい、あの勘違い、私もそうなんですけどもね、幼稚園の時に、はい、あのよく生活発表会とか学芸会とかあるじゃないですか、はい、私あれもあのヘンゼルとグレーテルの小鳥役やったんですよ、はいはい、でセリフがね、ピピピピピの5文字だったんですよ、はいはい、それが嫌で嫌で、登院拒否したんですよ。あ、そうですか、うん、でも今普通にセミナー講師やってるんですけども、そうですね、あのそれは塗り替えましたね。塗り替えですよね。塗り替えましたね。やっぱ成功体験が塗り替え、ね、そうですね。前が褒めるとかね。そうですね。でもその話を今話したら、うん、主役ちゃうかったから嫌やったんやろって言われるぐらい、いやいや、じゃあほんまにこのピピピの5文字が嫌やったんですけど、それを思うとやっぱり塗り替えられますね。うん、過去に言われた言葉とかも、うん、本当勘違いだったんだなと思います。言ってる方も、はい、ね、そんなダメ、そっちも勘違いだし。うん、真に受けた方も勘違いだし、はい、っていうふうになんか考えるように、ね、勘違いはいいですね、はい、そう思います。いい方で働くと勘違いも、うんうん、まあ本当にこの病気が治るってことも、はい、勘違いであの本当にそれがスタートだったかもしれないですよ。だってこんな誰かの本で健康食品で治るっていうのを読んで信じきっちゃったし、勘違いで今ではそんな簡単ではないと思うんですけど、そういうふうになんかノーノーノーっていうかね、錯覚させていけたっていうのは、あのそれはあの無駄じゃなかった。壺も買いましたよ、お札も買いましたよ、はいはい、それも僕にとっては勘違いさせるやっぱアイテムとしてはあの今では必要だったかなっていうふうにあの僕の無意識を強化するのに役立ってくれたかとは、あの真似したらダメですけどねそんなふうには思ってます。あとこう自分なんてとか自分は価値がないっていう勘違いも、はい、病気があったからこそ塗り替えられたなというふうに思うので、そういう意味ではあのそれはすごく、はい、病気のおかげっていうか、はい、おかげっていうなかなかね言いづらいですけど、でもなかったらあのまま言ってたら自分を責めて自分はダメだって追い込んだままなんか過労死してたかもしれないなと思うと、あの病気がんになってよかったとは言えないですけどね、それは親の気持ちとか周りの人の気持ちを考えたら良かったとはとても言えないですけど、でも、まあ、あれがあったからこそあ の自分っていうのはいるなというふうに、はい、あの、まあ、病気になる前の強い人と結構ハードな働き方を、ね、されていたというふうに言ってましたもんね、はい、馬車馬のようだと馬車馬のように言われて、やっぱりそれは結果を出そうっていう、ね、自分の思いよりもね、人の社長とか親とかの気持ちを優先して期待する自分になろう、はい、キリがなかった
そうですよね、うん、あのこの前のゲストの、ね、お話、はい、岡田さんのお話の中で、はい、その生き方を、ね、ごっそり変えて難を直したという、ね、お話があって、まさに、ね、杉浦さんのこう生き方を変えてこられた。そうですね、ごっそりってなかなか昔の、ね、性格は直しってか変えるっていうのはちょっと難しかったですけど、捉え方をね変えたっていうか反応を変えたっていうか、まあ今でも馬車馬ですよやっぱり正直言うと、あの馬車馬のようにいろんなことをやっちゃいますね、はい、でその度に体がメッセージをくれて腸閉塞も誤解してますし、あのそんなごっそり入れ替わったっていうなかなかね、まああのまあ、今はもうそれダメな自分を認めてできない自分を周りに迷惑をかけながら、うん、まあ、あのそういう自分を昔は責めてたけど、はい、あの責めなくなったっていうか、うん、あのだからあの私自身もその大きな病気をした後にこういろんなちっちゃなサインに、ね、すごく敏感だったんですよね。ああの不必要な用心ではなくって早めにサインに気づくとか、でそれをこう上手に回避する方法っていうのはマスターしていきますね。あ、なるほど。日々サインはあります、ね、日々サインありますね、はいはい、サインの練習もしますけども。そういうサインですか違う違う何かありますか、はい、ね、今ねずっと歌が流れてますけどもね、結構ね杉浦さんの歌本当にこう聴いて勇気もらえるんですよね。結構こう聞きに来られた方の中にはもう本当にこう泣いてる方とかもたくさんいらっしゃるんですよね。あ、そうですね。もうなんかこういろ作詞をされるんですよね。作詞は、まあ、ほとんど、まあ、全部そうで作曲は本当にこう、あの杉浦さんも歌もそうだし詞がスーって入ってくるんですけど、それとなんかこう作ってる時の どんな風に作られてるとか。まあ、いろいろですね。あの、まあ、まさか人に聞かせるために最初は作ってなかったので、はい、自分大丈夫だよとかなんて、そうですね。そうなんですね。もうそんな曲になる。大丈夫だよって名曲ですよ。あれはもう曲になるとかならないとか、誰がどう思うかとか、うん、一切気にせずに、いや、自分が癒されたいなっていう、自分を癒していく過程でしたね。昔の自分と向き合って、大丈夫だよっていう。はい、そんな大丈夫だよ。みんな泣きますよね。いや、みんなじゃないですけど、そうです、盛りすぎです、はい、そんな方もいらっしゃって、まさか自分がそうやって歌って泣いてる人がいるっていうのはあのびっくりしました。今は泣かしてやろうと思って、あのそんなことないですあの今のがちょっとあの純粋さは消えました。あ、そんなことです。最初に書いたのが大丈夫だ。じゃあもっと前に Life is Strong っていうこの、はい、今タイトル曲になっている大丈夫だよ 2曲目、ぜひね、そのライブも本当にこう生歌を聴いていただきたいと思うんですけども、はい、ちょうどこんなところにガン治っちゃったよ。練習後っていうですね、はい、あのまあ、よくタイトルで怒られたりするんですね、あのネットで怒られたりするんですけど、ちょっとふざけたようで本当はふざけてなくて、ガン治っちゃったよ練習後っていうふうに、まあ、あのそういうタイトル、まあ、いろんな仲間とこれだっていうふうになったんですけど、あの、まあ、最初にお話したように病気を治すことを人生の目標にするんではなくて、あの治ったらどうしたいかとか、あのいかに治すかももちろん大事です。ちゃんと向き合うことも、いかに生きるかをねもっと考えていこう。で、あの結果的に治っちゃったよって状態になるといいよねって、病気に焦点を合わせすぎずに生きていこうっていう提案でこういうタイトルを作って、で、あの全国で今20回以上ということで、あのさせてもらっています。あの全国でやってますので、もう一番近いのは6月8日に金沢で ありまして、その次は大阪で、その次は群馬の高崎、蒲田浜松という形で全国でやってますので、これあの僕一人ではね奇跡だとかすごいって言われちゃうんですけど、あのそうじゃなくて、あの僕だけではなくて何人かのがんサバイバーさん、まあ向き合ってる人も壇上に上がってもらって、一人じゃないんだ、僕だけじゃないんだっていうことを、あのもう本当にあの敷居の低いイベントですので、共感してもらって、
あのお客さんも参加するような時間もあったりとか、今回はちょっとあの大阪の三浦直樹先生にもね、はい、ちょっと解説として出ていただくという形でやりますので、まあ、ちょっと先ですけど、はい、よかったら9月16日ですのでね、あ一番近い公演も、はい、まあ、このために来てるんですけど、はい、6月2日に、はい、西宮で三浦直樹先生とコラボの講演会が、はい、明日は、ね、ちょっと日にちが変更になって酒井、ね、があったんですけど、ちょっとまた別の日になりまして、はいはい、6月2日の西宮で三浦直樹先生と、はい、コラボしますので、はい、はい、あとは全国回ってますので、ホームページを見ていただいて、はい、杉浦貴之で、杉山清隆ではないです。はい、尊敬する先輩です、はい、先輩してですね、はい、杉浦貴之で見てみてください。これですね。これですね。はい、メッセンジャーって言っても出てくるときは、メッセンジャーとだけだと出てこないです。杉浦、メッセンジャー杉浦でも、メッセンジャー杉浦で、ね、はい、出てくると思います、はい。ぜひね、検索していただいて、はい。楽しいですね、このテレビとかラジオってね。どうしよう。これ映像で、映像いきます。はい。今、Facebook で何人ぐらい見てくださってるんですか。結構入ってはりますよね。ありがとうございます。音声が違うからで、後ほどこちらのシェアしてるんですって。音声違う。え、今ですか。聞こえないって。あんた、俺、タバコちょっと寝ちゃったってことね。そうなんですか。あらら。でも、片っぽは言ってみたので、あ、え、どういうことですか。はい、音声が言ってないですけど、もう一回やりましょうか。そうですね。え、今度は私の声だけが言ってた。いやいや、そんなのありえへんな。そうですか。ただ怖いって言ってた。何でぶつけるんしだ。え、ちょっと真ん中に。そうなんですか。まあ、そういうことですか。はい。はい。その音声が言ってないと言われて、いや、そうですか。干渉には耐えないですからね。ちょっと言葉がないと、はい、干渉だけではね、ちょっとあれですからね、はい、ちょっと残念な。そうですか。あ、そうなんですね。またどこかでちょっと申し訳なかったですね。そうですか。わかりました。多分片方が消えたところで、はい、そうなんですか。ま、少しは聞こえてるんですかね。怪しい。そうでしたか。ありがとうございます。残念です。はい。じゃあ、今日お話どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。参考になりましたか。スタジオの方では入ってるんですかね。入ってると今まだネットつながってるんですか。